タコライス発祥の店キングタコスに行きたいと思います。昔の夜のバスで到着ですね。キングタコス、こんな感じで駐車場がないんでレンタカーで来た人は必ず、まあ、こことか、これがいわゆるやつか、タコス。辛いし、辛いですね。ソースは辛いのかケチャップかけるのか。美味しそう。ボリュームやば。これケチャップだけでも十分ちょっと辛いかも。うん。トッピングチーズとかできないかな。あったよ。あった。頑張ってる。うん。結構きついよ。ということで食べ終わりました。普通に2食分って言っても過言じゃないぐらいの量だったんで。ここがアクティブパーク。っていう無料の駐車場なんで、ちょっと立ち寄って買うだけでも多分怒られちゃうと思うんで、後で地図を概要欄に貼っておくんで。はい、どうも皆さんこんにちは、ともです。私は今沖縄の金という地域に来ております。今日はこれからタコライス発祥の店キングタコスに行きたいと思います。うざ、あ、かわいい、目が綺麗。あ、奥にもいる猫。本当だ。昔の夜の街って感じ。見えてきましたね。持ち帰りにする？上で空いてて食べれるなら上で食べる。いいよ、せっかくだから。到着ですね。キングタコス。あ、駐車場。そうそう。やっぱここに書いてあるけどね。ここがお店で、今ここに止めて、こうやってこう歩いてきました。こんな感じで駐車場がないんで、駐車 NG と。レンタカーで来た人は必ず、まあ、こことか。土日だと混んでるらしいんで、こっちになるかなと思います。タコライス発祥。開いてるか。タコスもあるのか。持ち帰りだとすべき。あ、なるほどな。お持ち帰りの状態でか。そうだね。これがいわゆるやつか。タコス。マナミこれ、うん、じゃあそれ2つにします。2枚、ね、空いてたね。はい、お願いします。これ1、じゃあ大体2点です、ね、はい、19番です。はい、これ1、じゃあ大体ですね。ソースは辛いのかケチャップ2つ選べますか。辛いの一つとケチャップ一つで。手がケチャップですね。はい。お願いします。ここでいい？確かに。お茶にしよっかな。爽健部茶かな。美味しそう。ボリュームやば。でかいの触るかな。これ5缶何グラムくらいね。いただきます。でもこれのでかさやばいわ、うん、あ、結構辛い。嘘、うん、
ケチャップと、多分そっちがチリソースかな。チリソース辛くない？辛でかすぎて画角に収まらない。うまっ。ご飯も普通に美味しい。うん、片手で。うん、お肉にも結構、うん、味ついてる。味ついて辛めだから、うん、俺ケチャップだけでも自分ちょっと辛いかも。うん、うん、チーズめっちゃ美味しい。何チーズっていうの？チーズあるかな。なるほどね。うん、この場合あってもいいよ、チーズは。トッピングチーズとかできないかな。あったよ。あった。さすがに食べれないから、残りの方。ご飯半分の量としてチーズ倍で。ご飯少なめ、うん、チーズもかなり乗ってるけどね。乗ってない、乗ってる。なるほど。で、それとき言ってたけど、ご飯もすごかった。マジ？うん。ボリュームがやばい。うん、お肉乗せてチーズ乗せてレタス全部逆だった気がする。綺麗に作ってくるさ、ご飯レタスお肉チーズとトマト。そうそうだね。これがいわゆる元祖の順番ってことか。うん、完食です。頑張ってる。うん、結構きついよね。ボリュームめちゃめちゃあるよ。小食の人とかだとかなりきついね。半分も多いな。ね、2食分ぐらい、うん、チリソース的な辛いやつは結構辛かったから、辛いの苦手な人は普通にケチャップの方が良さそう、うん、いや、これは持って帰らないと無理だね。さすがにちょっときつい、ね、はい、ということで食べ終わりました。700円でめちゃくちゃボリューム満点だったんで、朝食の方はかなりきついんじゃないのかなと思います。普通に2食分って言っても過言じゃないぐらいの量だったんで、頼まれる時はそこだけ注意してもらえたらと思います。まなみもちょっと残したもんね。あれはすぐに無理だね。美味しかったけど。でソースがケチャップとチリソースで、チリソースが結構辛めだったん でミートにも味ついてて、それも結構辛い感じだったから、そこまで辛いのが得意じゃない人はケチャップにしてちょっとずつつけて食べるのがいいと思います。はい、そんなところかな今日は。そんなところですかね。でここですね、ここがアクティブパークっていう無料の駐車場なんで、ここに止めるのがいいと思います。お店の前ガードマンいて駐車禁止ってなってるんで、ちょっと立ち寄って買うだけでも多分怒られちゃうと思うんで、この公園のところにある駐車場、後で地図を概要欄に貼っておくんで見てみてください。はい、そんな感じで今日は短めの動画ですが以上にしたいと思います。こんな感じでですね、僕のチャンネルでは旅行のこととか飛行機のこと、あとはコロナが収まったら海外のこととかを発信しているので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは旅行のこととか飛行機のこと、あとは海外のこととかをアップしているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をして次回の動画も楽しみにしていてください。またインスタグラムの方ではよりプライベートな様子やリアルタイムな旅行の様子をアップしています。フォローしてチェックしてみてください。さらにさらに海外旅行のお得情報、お役立ち情報を公式ブログにまとめていますので、そちらも概要欄からチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。